何故参られたのですか。不思議を求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。竜院の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議を求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。竜院を立つ術があると。うん。つまり巫女は留院を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は越智の巫女たちの一人、不死の愚道者たちが作り上げた偽りの留院を持つものです。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。なれど竜院が人の生き方を歪める、それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。受け取れ。それはお主に渡してくれと頼まれた。ありがとうございます。受け取ります。どうした。私はあの人たちをまだどうしようもなく憎んでいるのです。巫女の忍びよ、お米が豊かに実りました。さあお手を。ああ。北条を。かたじけない。お米は大事。またいただきにいらしてください。ふん。あ、巫女の忍び、
お待ちしていました。さあ、お米をどうぞ。ああ、北条を。礼を言う。はい、お米は大事、しっかり噛んで食べてくださいね。またいらしてくださいね。この忍び、よくおいでくださいました。どうした？大事ありません。それより今、お米を。待て、顔色が優れぬ。ゆっくり休め。はい、わかりました。何かあるか？え？何か欲しいものはあるか？では、柿を食べたいです。わかった。はあ、巫女の忍び、いらしてくれたのですね。柿だ。誠に、取ってきてくださったのですね。食え。はい。いただきます。甘くて美味しいです。そうか。忍びよ、お手を。だが。もう大丈夫です。お手を。わかった。豊かな実りをあなたに。礼を言います。巫女の忍びよ、いただいた柿のおかげでたくさん実ったようです。よければ留院の巫女にも差し上げてください。わかった。戻ったか、狼よ。はい、九郎様に預かり物がございます。預かり物？これを。これは米か。はい、先方寺の巫女が九郎様にと。そうか、それはありがたい。良き米と見える。実にツヤツヤしておる。噛むとはもうございます。噛む？狼よ、米は炊いて食べた方がうまいぞ。は、そなた、甘いものは好きか？何でも食べまする。ならば嫌いではないのだな。よし、そなたに良いものを作ってやろう。良いものとは？それはお楽しみじゃ。いただいたお米でそなたに良いものを作ってやろう。良いものとは？それはまたのお楽しみじゃ。待っておったぞ、狼よ。さあ、手を出すがよい。は、これは。おはぎじゃ。先方寺の巫女殿にいただいたお米でこさえたのだぞ。さあ、遠慮はいらぬ、食うてみよ。うまい。そうであろう、そうであろう。狼よ、私のおはぎはどうじゃった？うもうございました。であろう。幼き頃から菓子を作るのが好きでな。平田のお屋敷でも
よく炊事場に入り込んでいたものだ。いずれ、いとまができたら茶屋でも開くかのう。巫女にお米を渡していただけましたか？ああ、もらった米を巫女様がおはぎにしてくださった。まあ、流院の巫女がご自身でそのようなことを。とても張り切っておられた。そしてとてもうまかった。それはよかったです。ああ、そうか、流院の巫女もまた人なのですね。なんとは当たり前のことか。不死立ちもきっとゆえに迷い、それでも選ばれたのでしょうね。巫女の忍びよ、一つ聞きたいのですが。なんだ。巫女様の名は何と。九郎様だ。九郎様、とても良い響き。いつかお会いしたいものです。私はあの方たちを失いたくない。けれど流院をお返しする道、それを選べば皆と別れることになるかもしれません。そう言ってくれるのですね。いいえ、皆、あのお方は本当にお優しいのですよ。これを渡してくださったのも。おい、巫女の忍び、いらしていたのですね。おかげで友達と深く語らうことができました。墓地の巫女たちか。はい、それであなたにお伝えしたいことがあります。流院を立つのではなく、あるべき場所にお返しする道について。流院を返す。そうです。流院は故郷を放たれ、この日の元に流れ着いたもの。あるべきではない場所にあるべきではないものがある。故に我らのような歪んだ命を生み出そうとする者が絶えぬのでしょう。流院や流院に連なる我らはきっと帰るべきなのです。西へ、神なる竜の故郷へと。ただいかにしてたどり着くか、それがまだわかりません。定かのことを知る者は先方商人ならば、あるいは。それは誰だ。この先方寺の開祖です。弱いは果たしていいかほどか、体内くぐりのうちにこもっています。巫女の忍びよ。なんだ。これは不死立ちとはまた異なる道、故に無理にとは申しません。もし流院を返す道を望まれるならば、先方商人よりその術を聞き出していただけぬでしょうか。考えておこう。巫女の忍びよ、もしや先方商人と会ってきていただけたのですか。死んでいた。先方商人は虫付き。何故そのようなことが。だが書が残っていた。これを拝見します。なるほど、
蛇垣というものを二つ喰らえば竜院の巫女を治めるゆりかごとなれる。そうすれば竜院を故郷にお返しすることができる。私がそのゆりかご、私がなりましょう。お主、しかと呼んだのだな。もちろんです。私は落ちの巫女のただ一人の生き残り。生中には死にませぬ。巫女の忍びよ、竜院を返す道を望まれるならば二つの蛇垣をお持ちください。心当たりはあるのか。おそらくは大蛇より取れる肝かと。柿のように赤く染まっていると言います。巫女の忍びよ、二つの蛇垣を手に入れられたのですか。ああ、手に入れた。この赤き様、確かに柿とはよく申したものですね。まことに食らうのか。もちろんです。そうすれば我が体は竜院をお返しするためのゆりかごとなりましょう。ただあなたの前でそれをするのははばかられます。時を置いてまたおいでください。ですか。お主、目が。やはりいらしてくださったのですね。巫女の忍びよ、私はゆりかごとなれたようです。手を取っていただけますか。ああ、これはひんやりと氷室のようでございましょう。私の涙もこぼれ落ちる間にいてついてしまう。この氷涙をお授けしましょう。氷涙か、もしや。はい、おそらくは冷たい竜の涙が刺すのは竜の涙とともにこの氷涙を飲んでいただくことかと。さすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことがかなうでしょう。巫女の忍びよ、竜の涙を
手に入れられたのですね。ああ、これが竜の涙。お渡しした氷涙とともに九郎様に飲んでいただければ我がゆりかごへ宿っていただくことが叶いましょう。竜印を返すことを望まれるならば、竜の涙とともにお渡しした氷涙を九郎様に飲んでいただけばよいでしょう。そうすれば我がゆりかごへ宿っていただくことが叶いましょう。巫女の忍びよ、無事九郎様と共に戻ってこられること願っております。どこじゃ狼。おそばにおります。竜の涙を。参りましょう、我が巫女。九郎殿、今はどうか安らかに私の心にとどまってください。さようなら、みんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか。はい。ありがとう、竜の忍びよ。九郎殿も喜んでおります。参りましょう。西に神なる竜の故郷に。